おい、孔明さんに、いつも見てる孔明さんに来ました。来ます。はい。来る途中にいろいろな盆栽に。これちっちゃいな。来る途中にいろいろな盆栽さんがあって。はい。初めての川口なんですごい。はい。今日から孔明さんでまたいろいろ教わるので、はい、動画3本ぐらい多分続くのか。はい。3本ぐらい撮らせてもらう予定です。はい、了解です。はい、で高木さんちょっと初めてなんで、はい、一回ちょっと広いところ見てみますか。あ、はい、はい、お願いします。キュウイだ。キュウイ？あ、それキュウイ？キュウイ。本当だ。すごい。キュウイってこの時期なるの？知らない。ここが商品が。あ、すごい。あ、すごいですね。ありますね。今1月末なんですけど、はい、商品は今一番少ないです。少ないです。でも多いですよ。多いです。すげえ。すごいですね、本当。ここをじゃなくてね、そっち行けばね畑があるんで、畑見ますか。これ心拍。心拍。畑で太くしてるんですね。すごい。畑に心拍って面白いです。畑に心拍。これネギです。あ、これ有名なネギです。見ましたよ、動画。はい。すごいな。すごいね。これが盆栽になるって考えると。すごいですね。うん、わあ、すごい。こんなに。ネギ心拍。違和感半端ないですね。ネギと一緒に。ネギと心拍。よく多肉と一緒に盆栽をやると、うん、なんかいいって言うけど、はい、ネギもいいんですか、ね、いいのかもしれないよ。ちょっと何が何だか分かんないね、いっぱいあるけど。葉っぱがないから、葉っぱがないから分かんない、分からないですね。パンですね。みりんですね。うん、すごい色だね。心拍、あ、でも向こうが心拍だから、これちょっと違うやん、違うのかな、ね。とにかくこんな感じで、あ、もう咲いてる梅。ね、綺麗だ。香りがやっぱ。わかんない。あ、しますね。いい香りだ。わかんない。めっちゃいい香りしません？わかんない。わかんない。お久しぶりです。ご無沙汰しております。小林さん、今回は何しましょうか。今回は。まあ、春に秋にこのあと定量しますよって言ってた動画の結果ですかね。切り込んでったやつ、春にここまで切っちゃっていいのって言って切り込んで、はいはい、夏に今現在こうなりましたって葉っぱが吹いてる時に途中経過を見ていただいて、はい、で今葉っぱが落ちて1年後のちょうどこういう結果ですと、はい、これね、これが梅畑からちっちゃく切り込んだ時の、まあ、ちょっと品種が花付きのいい品種なんで花がいっぱいついてますけど、小さいやつでちょうど、まあ、1年経ってこんな感じになりました。なるほど。今後ね、で枝がこうできながら切りっぱなしの部分削ったり腐って焼け込んだりしながらこう古くね肌もできてきて形になっていくと思います。で実際にはこれ 3.5 の素焼きですけど、3寸ぐらいの化粧鉢かなんかに入れて楽しんで、なるほど、うん、もうこの時点で花芽がちょこちょこ来てるので、この時点で綺麗な鉢入れて楽しんじゃっても構わないですけど、ちょうど1年経ってこんな感じです。この冬剪定ですけど、この前に切った、これは春にね長く切らないで短く切るんですよって切ったところなんで、うんうん、ほぼほぼ剪定するとこはないです。冬切ればこういうところで芽を2つぐらい残してこう切るね、こう枝芽がこうね、ちょっとこう整える程度、まあこの辺もまあ花芽ついて花芽見終わってからでいいんですけど、芽が2つぐらいでこう落としてあげる。でこれの場合は花つきがまだ良くなかったので芽がこうたくさん残ってて自由に2芽でこう切れるんですけど、同じ短く剪定してもこうやって花つきがちょっと良すぎちゃって、うん、多分こういうところなんか枝芽があるかなないかなっていうところなんですけど、春にですね切った剪定をこうやって短く剪定をして、カエデとかモミジとか普通の雑木のように2芽ぐらいでこうやって剪定をしておくと意外と芽がこうみんな残ります。去年の春
ってこと。そう、去年の5月頃、花が終わった後に剪定した時ですね、はい、最初に。これは畑から掘って1年目でしたけども、はい、あの持ち込んだ木で、例えば来年ここから新芽が出た時でも、この新芽を2葉3葉ぐらいで切っといて、こういう短い風にしておくと、例えばこの辺に花芽で枝芽がなくても、この辺には必ず埋めて先端にはつくんですね、うんうんうん、そうすると仮に間延びをしちゃったとしても、この1センチ2センチで済むんですよ。なるほど。これをこうちょっと長くして、業者なんかが花芽いっぱいつけるように、こういうふうに長くしてね、はい、花芽をつけて売ってるじゃないですか、はい、そうすると種類によっては元の方に枝がなくて、ここが5センチぐらい間延びして切るような形になっちゃうと、もう2年もすれば10センチ伸びちゃう、うん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 、またそれはそれでね、また再生っていうか元芽を吹かして追い込むっていうことはできるんですけども、最初からあの特にこれなんかまだ1年生ですからね、はいはい、ここの時点でこう短く剪定をこう絶えずしていってあげると、10年経っても大したあの間延びにはならずに、逆に言うと枝が混んでちょっとこんな風に不明でもなっていきますんで、冬はね枝芽があるところでしか切れないんで、はい、春、夏っていうか春だね、うん、5月頃のその年の新梢の剪定がポイントの場合、細かく枝を作るのは、はい、花芽がなければ、例えば長かった時にこれは花芽がついてないから枝芽が全部節々残ってるけど、よく売ってる梅なんかでこう長くしてここにびっちり花が来ちゃってて、はいはい、枝芽を確認するとこう先の方にしかなかったと、うん、でそれを2芽残して切ったら間延びしちゃって、うん、いくらそこから短く切ってもこの間延びってなかなか消えない。そうですね。でもね、逆にねそれを我慢して、これ去年動画でやったみたいに、はい、丸っきり芽をなくしてふかし直すっていうのも手だるんだけども、はいはい、こう長くしたところをそのまんま細かく作ってると、あの2年後3年後にね、この辺チクチクね短いねトゲのような芽ができてくるんですよ。ほうほうほう。それをできてくるのを待って、できたらそこまで切り戻すっていうのが通常のやり方なんだけど、で春に長くしちゃうと、その元にチクッと吹いたちっちゃい芽が、俺吹いたけど一生懸命吹いたけどいらねえかなって、他に長い枝があるとね、で枯れてったするんで、春の5月連休頃、関東だとね、うん、その頃の最初の剪定、春の剪定をちゃんと短く、花つきは少し減っても短くしてあげると、枝も密に小枝ができるし、懐の吹く芽も吹きやすくなるし、また吹いた芽が枯れなくもなる。なるほど。それが大事。大事ですね。まあ、ある程度図体の大きい梅の場合は そんなじゃなくてもね、5センチぐらい5センチぐらいの枝の切り返しでいいんだけども、うんうん、このサイズになるとどうしても1センチ2センチの枝の切り返しになるから、うん、どうしてもそういう風にしていかないとすぐにちょっとサイズパズレの枝になっちゃう。高木さん、なんか質問あります？はい。これ理解できました？理解はなんとなくできたんですけど、はい、もしこのさっきおっしゃってた花芽ばっかりで、あの、はいはい、芽の新しい芽がない状態の時に、うん、なんですか、花芽だけ残して切っちゃうとどうなってしまうんですか？前にこれの動画の時のやつをちょっと説明を見返してもらうと分かるんだけども、はい、これはね、間延びしちゃったやつとかをちょっと小さくするってやり方したんだけど、全部の枝を切っちゃって丸っきり芽がない状態にして、ふかし直して作り替えっていうのがこの作業だったのね。普通の松竹梅でも、普通のこういう盆栽の梅でも、間延びしちゃったやつをできてとか持ってて間延びしちゃってどうしようかなっていう時に、花芽だけでバリバリって切ると、芽がないところとか芽があるところがまちまちに残っちゃうね、はい、そうするとね、芽のあるところは枝が減っちゃったから一生懸命元気よく強い枝を出すんですよ。芽の なくなっちゃったところは元の方から胴吹きとかもするんだけども、切る時期で花終わった頃に遅くに切るとなかなかね、芽を吹く準備をしてないから、現在ある芽を強く出して新しい芽をね吹くのがね減っちゃうんですよ。まあ、出ることは出る時もあるんだけどね。でそれをやるにはやっぱり枝芽を確認して、ちゃんと枝芽のあるところで切って、仮にそれが1年はちょっと間延びしちゃったりしてても、その春の剪定をきちんと短くしてあげれば、プチプチ胴吹きをしてくるんで、つまり花芽だけ残しちゃうとそこから枝が出ないから切り戻しちゃった方がいいってことになるんですかね。うん、あのね、ふかし直し、まあ、これが普通よく
ホームセンターとか園芸売店とかよく売ってるお正月用にある、これ大阪月って赤の梅なんですけど、こういったやつをもし買った時に花がもうこれで終わってね、花をこう掃除しますよね。その時にただ何でもかんでもブツブツってこう前に切られたの長さでね、ちょうどいい長さでブツンブツンブツンって切っちゃうと、その枝芽があったりなかったりってなっちゃって、枝のあるところは枝が減ったから強く吹いちゃうし、枝芽のないところは他に枝芽がもう準備されてればそっちが主で伸びちゃうので胴吹きはしづらくなる。でそれをどうするかって言ってやった時が、前回やったもう小さくこういう木を作り変えたいんだよっていう、もっと盆栽型にしたいんだよっていう時はこういうふうに芽を全部潰して吹いた芽で作り直すっていう作業をこの時の動画やったのね。だけどまあここまでやらないにしても、これを花芽が花が終わって花柄を取って枝芽をこう確認しながら剪定をして、1年経ったのがこれ去年の残ってたやつを剪定したやつがこれなのね。同じ、まあこれちょっと花の時期違ってるけど同じ種類なんですよ、はい、これがね去年はね、まあこういう芽の吹かなかったところもあるけど、この長さのこの枝まで芽がなかったんですよ、その時には。なんでどうしても切った時にこの長さで切らなきゃいけなかった、はい、まあこっちの方もこのちっちゃい芽はね後から出たの。うーん、最初の芽はやっぱりこの辺の長いところの芽しかなくて、はい、でこれが吹いて、でこれは短く切らなかったんだけども、こういうところは短くこう切ってあって、伸びないように短く春の剪定をしてあげると一生懸命こうやって芽が吹いてくるんですよ後から。なるほど。逆にこれをね、どうしても芽がなくてこんな長いところでしか切れませんよってこう長くなったとするじゃない、はい、その時にこのまんまで、このまんまこうやって伸ばして、またこれをこういうさっきみたいにこういうふうに長くしてね、そうするとまたこう長くなっちゃうでしょ、うんうん、それを繰り返すとすぐにバサッとしちゃうんで、なるべくこんな長くしないで春の時にこのぐらいで切っちゃっておいてあげれば、こうやって胴吹きどんどんしてくるんですよ、はい、元気。最初の年にはこう間延びしてたけども、こうやって芽吹いてくれればこうやって詰めることができる。なるほど、はい、これはここまでしかできなかったけども、ここもこうやって芽が吹いてればね、はい、こう詰められるでしょ。ああ、これは今年の5月の剪定、これは冬の剪定です。冬やっちゃっていいですか。これを今切って、はい、これを花が終わって今切るでしょ、はい、で、これがどうしても芽がなくてこう長くなっちゃったとしても、これを春こっから伸びたやつを短くしといてあげると、うん、一生懸命胴吹きしてくれるんですよ。なるほど、まあ、元気がいいとね。でこのように胴吹きしたやつを、胴吹きしたやつをこうやって追い込んであげると、こうやって長かったのが短く、こういうふうに1年目じゃ短く詰めらんなかったけども、こうやってやればこうできてくるでしょ、はい、でこれでももっとここが成長してここから枝分かれができて、これでも長いなと思えば、これがまた枝分かれができたら、まあここまで追い込んでもいいですよね。こうやって詰めてくるんですね。で詰めながらやっていくと、まあこれはね、この間延びしちゃったのを直す方法っていうよりも、梅ってどうしたって懐の方の枝枯れをしながら先へ先へどうしても行っちゃうんですよ、うん、で肌が古くなってくれば元の胴吹きもしづらくなるし、どうしたって少しずつこうなっちゃうんだけど、それを少しでも追い込めるように、ただブツンと切ると吹かなくなっちゃうんで、こう芽の吹いたちっちゃい芽あたりのところまでこうやって追い込んでね。でこうやって芽がなければ、こう芽がないところをブツンとやったからってここでもみじやかいでなら吹くんだけど、うん、梅なかなか吹かないので、こう芽のあるところでまで切り戻すか、もう1年これを来年短くしておいて、ここに芽が当たってから切るか。なるほど。どうしてもそれがだんだんとやると枝芽がね懐なくなってっちゃって、これまたちょっと種類が違うけども、ここがこうやってどうしても間延びしちゃうじゃないですか、うん、これを直すにはまた全部ここで切っちゃってふかし直すか、あるいはちょっと見本がうまいのがなかったんだけど、これが去年同じような状態だったんですよ、はい、こうやって、やった時にこうやって元気よくしてあげるとこうやって吹いてくるんで、ここをこう切り戻すとかね、吹いてからね、それでもいいんですけ ど、 なるほど、こういう吹かない場合は最終的には一回詰めちゃってふかし直してあげるかないと、なかなかここからこの間を分かんないように作っていくには
もうこんな長さでこのピッチで切り返してって文人みたいなひょろーってした木にするしかなくなっちゃうんだけど、まあ、なるほど、こうやって横着してこの最初の時にきちんと春の剪定をしなかったやつっていうのはこういう木になっちゃって、これをちゃんと春からきちんと切り込んでって手を抜かずに作っていくとこういう枝になる。まあこっちの方が古いのは古いんだけども、逆に枝が全然できてないよね。1年なのにこんだけ芽ができてね。なるほど。あの冬の剪定よりもね、冬の場合ね、春の剪定である程度樹形が決まってきちゃうんで、春の剪定が大事ですね。短くする剪定。冬の剪定ってその時切んなくても翌年でもいいんですもんね。そうで、切るところがさ、さっき言った通り芽があるところで切ったり、ないところで切ったりってまちまちにやるとそうやって吹いてきたり吹かなかったりしちゃうから、はいはい、やっぱり限定されちゃうんですよ。芽のあるところでしか切れない、うん、で長くなっちゃって、あ、バサバサになっちゃったってがっかりするよりは、一旦こう長くなっちゃってもこういう芽で追い込みっていうことができるので、うん、で追い込んでまたちょっと縮めて作っていくってことは可能なんでね。まあそういうこともできるし、あとこれを取っちゃってね、去年やった動画みたいに芽を全部こう取っちゃってここでブツンと切って商品にしちゃうとかっていうのも、はい、それはそれでまたお遊びとしてはね、でそれをやったのが去年動画で紹介してやったのがこうなって、1年経ってこんだけ芽が吹いて、まあ、まだ今花芽がないのでみんなこの辺の節枝芽があるので、はい、この時期はもうただ普通にまあこう剪定して、ちょっと長いなと思ってもさっき言った通りここの芽が出てきて長ければ一旦芽が吹いた後に短く切ってもいいし、うんうん、本当はこのぐらいでもいいかなと思っても節がなかったりしたらまた吹いてくると思うんだよね。こうやって短く切られればまた胴吹きもちょっとするだろうし、そしたらそこまで切り戻してあげて作っていった。まあ一応今年去年あんだけ削って、こんだけ吹いて今この結果、うん、で、このあとだんだんこの皮むいたところがあと1年2年すると腐り始めてくるので、腐りに応じて彫刻してちょっと体裁良くしてあげると野菜っぽく見えてきます、ね、なるほど。はい、感想は、いやすごいなんか梅欲しくなりますよ、ね、梅欲しくなるよね、やりたくなっちゃう、ね、梅は梅ですよ逆に言うとね、梅この時期しか売れないんだよ、ね、あとこれ同じ動画で同じ、あ、これも1本これで切っちゃっていいですか。 あと編集はどうする。もう多分足りてますじゃあ一旦これを切っていきます、はい、でそんな感じでありがとうございました